岡山バイパス、岡山県岡山市南区とよなり、伊豆田高架橋付近を岡山バイパスは、日本の国道2号のうち、かつてバイパス道路として二次改築が行われた、岡山県岡山市東区浅川から、倉敷市中島あざ体制に至る区間である。岡山市、倉敷市における交通混雑の緩和及び、交通安全の確保等を目的として、計画、建設された。 総延長は 38.3km に及び、1日、あたりの交通量が10万台を超える区間があるなど、全国でも有数の規模を持つバイパス道路である。全線で4車線及び6車線で計画され、暫定に車線区間を含めながら1999年に全線開通した。制限速度は後述する区間を除く全線で、時速 60km である。 このうち機密 JCT、王妃橋西交差点の区間については2010年に時速 70km 制限へと引き上げられている。自動車専用道路ではないため、原動機付き自転車の走行は全線で可能であるが、走行の際には注意を要する。本道路の整備に伴い、在来の国道2号本線は指定区間を外れ急道となり、国道2 5 5号、 岡山県道162号岡山倉敷線、国道429号にそれぞれ移管されている。これは終点の大西交差点異性に整備された玉島バイパスについても同様で、大西交差点玉島西 IC 付近の在来道が国道429号に移管されている。具体的な構造については区間ごとに記述する。百六十三年に事業化し、 1999年に全線開通となる。主な出来事を全線開通までと全線開通後に分け説明。なお、地名は当時のものである。全線開通まで全線開通後を主な橋梁、全線を通した平均交通量は75,845台。全体的に交通量が多いが、とりわけ岡山市内の交通量は9万から10万台で、 推移しており、特に、旭川大橋で記録した109,256台は、県内最多である。前回2005年調査時と比較して、交通量が飛躍的に増加しているのは、大高交差点から終点の大性ランプで、ここは今回調査時までに、暮らし切り帯の4車線工事が完了したことにより、交通容量が増えている。起点から大日橋までは、 すべての交差点が立体交差になっていることから信号が全くないため、これだけの交通量にもかかわらず混雑度が前線中、最も低い。しかし、岡山西バイパスが交差する大豊橋西交差点からは、交通量がさほど減らないにもかかわらず交差点が平面交差になるため、信号による混雑、渋滞が多発する。流れは全体的に速く、 とりわけ起点の浅川ランプから王妃、橋西交差点までの連続立体交差区間のうち、機密インターチェンジまでの区間は対面通行にも、かかわらず最も流れが速く、最高速度を超えている区間がほとんどである。機密インターチェンジから王妃橋西交差点の区間でも、法定速度の時速 60km を超えている区間もあるが、調査年の2010年からこの区間では最高速度が、 時速7 0トルに引き上げられている。全体的に広島方向よりも姫路方向への流れの方が速くなっている。2010年2005年1999年24時間交通量。ありがとうございます。